流行の発信地フランスのパリ。多くのファッションブランドが店を構えしのぎを削る。そこで有名ブランドのデザイナーやバイヤー、ファッション関係の記者を集め、日本のデニムを PR するイベントが開催された。まあ、三美地区という言い方をしていますけれども、非常に小さなコンパクトな地域で、生地、縫製、それから後の洗い加工、それを全て賄うことができるという非常にユニークな地域である。岡山県と広島県にまたがる備前、備中、備後と呼ばれる地域は、古くから綿作りが盛んで繊維産業が発展してきた。今ではジーンズやその生地のデニムを作る産地になっている。会場にはデニム製品を展示し、質の高さも PR した。It's a very puristic quality driven product. We always get inspired by the sourcing here in Japan. Ça c'est important aussi pour les clients. Ils regardent beaucoup maintenant beaucoup plus les matières, d'où viennent les cotons, aussi beaucoup d'où viennent les tissus et surtout aussi où sont fabriqués les vêtements. Donc. 岡山県からイベントに参加した企業は。日本のジーンズ産業自体は衰退していってるなっていうような印象はすごく受けます。ただ、ね、僕らの年代からどんどん盛り上げていかないといけないとは思ってるので、だから世界に発信をしていかないといけない時代ですよね。日本が誇るデニム、その産地で価値を高めようと奮闘する人々の姿を追った。広島県福山市、パリのイベントに製品を出展していた篠原テキスタイル。110年以上の歴史ある企業だ。工場では最新式の機械が高速でデニムを織っていく。しかし社長の篠原さんは、安価な海外の製品とどう戦うか日々頭を悩ませていた。海外の生地と値段で勝負するっていうのは難しくなってきているので、じゃあそこじゃないなんか別の付加価値をつけてどう売っていくか。このデニムの産地でいくと、各企業100年超えの企業が相当あって、でもともとはビンゴガスリっていう手織りの時代から織物をずっと続けてる。でそれがずっと進化して今はデニムを織ってるっていうのは、これ世界中に見てもなかなかない産地だと思うんですよね。そこをどう伝えるかというか、どう価値を感じていただけるかっていうのは今年の課題かなと思ってます。その答えの一つが古いシャトル織機。ヴィンテージが好まれるジーンズの世界では、古い織り機で作られる生地の風合いが高く評価される。海外の一貫生産でやられて大量にものを作る、で安く提供するっていう国とはちょっと違うものづくりができているのが、世界でも評価されているのかなというのは思いますね。はい、産地が重ねてきた時間を製品の価値に込める。そしてもう一つの試みが、デニムの糸口って言って、各社の有志で集まって産地の魅力発信だとか新しい技術の勉強会だとか交流会含めてみんなで盛り上げていきましょうっていうのをやってますね。デニムの魅力を産地から伝えるため、関連企業がその垣根を越えて発足したデニムの糸口。メンバーの一人が地元の魅力を発信する企業、ディスカバーリンク瀬戸内の黒木さん。私がやりたいのは、まあ、このデニムの作業着であったりデニムのお洋服とかそういうものを使って、産地の活性化みたいなものを一つ何かやっぱり面白いことをやることによって何か価値にしていきたい。尾道市でその取り組みの一つを見ることができる。
拠点となっているデニムショップで人気なのがこちらのジーンズ。使い古した風合いが好評だというが、実はある秘密が。メンバーの一人がやってきたのは市内にあるみかん販売店。池田さん、すんません。すんません。すんません、すんません。はよ、来すぎた。いやいや、晩飯の支度。渡されたのは販売店の方が履いていたジーンズ。今日ちょっとね、膝もいい感じに。実はこちらのショップではまっさらなジーンズを地域の人に履いてもらい、回収して洗濯。これを1年間繰り返してリアルな風合いのユーズドジーンズを作っているのだ。すでに11年続くプロジェクト。こちらはラムネ屋さん。面白い取り組みだなと思って、職業によって色落ちが違うっていうのでラムネ屋なんて他にないので、ラムネ屋が履くとですね、はい、荷物を抱えるのでここには必ず着きますね、はい。さらに長年プロジェクトに協力してきた漁協の皆さん、県産のデニムファンがついております、うん、ああ、なんかわしの指名して買ってくれる人が毎年おるみたいな。そのポケットの具合とかこの色の落ち方とか気に入ってくれて、また物好きな人が。購入者の多くがこうした取り組みに共感してくれる人々だという。そして黒木さんが取り組むもう一つの試みがサーキュラーエコノミー。使い捨てられていたワークウェアを見直し、作り方や捨て方、その先の可能性までを想定した循環型の経済を目指している。こういうシューズとかもう全部一点一点右も左も全て同じものはないです。全部もう一点もの。造船所の作業員が履き込んだワークウェアを回収し、それをほどき生地として再利用している。こうした試みは海外でも評価されている。韓国で行ったポップアップのイベント、ユーズドのジーンズやリサイクルしたアイテムも好評。新商品のワークウェアもセレクトショップに卸すことが決まった。いろいろ見せてこういうことやってるんだって言ったらすごい共感してくれて、それはありましたね。企業の垣根を越えて産地を盛り上げようと動くデニムの糸口のメンバーたち。リーダーを務めるのが25歳の湯浅さん。湯浅さんが働く工房が福山市の山あいにある。手を青くしながら行っていたのが藍染め。これを繰り返して濃くしていきます。畑で染色用の藍を育てる湯浅さん。とにかくジーンズが好きで福山にやってきた。ジーンズが好きなんですか？そうなんですよ、僕はジーンズが好きで、履いてこう色落ちさせたジーンズが見て、なんか僕が生きた証はなんかそこにこう宿ってるなと思えて、どういう背景で作られていて、どういう人がどんな思いでこう関わっているのか、この一本のジーンズを作り上げるために、なんかそれをこうしっかり自分は知るべきだなと、知りたいなと思って福山に来たっていうのが始まりですね。原付バイクに乗ってジーンズの産地に。通っていた沖縄の国立大学も辞めた。産地で出会った縁を通じて藍染めを行っているが、そこにも意味を見出している。まあ、こうやって植物から育てて、そのジーンズのこう色、インディゴっていうのを天然で、全て天然の素材で出せるっていうのはめちゃめちゃ面白いですし、まあ、本当にジーンズのこのビンゴのものづくりのこう源流にあるこうものだと思うので、まあ、そこに携われるっていうのはありがたいですし、
誇らしげに1本のジーンズを見せてくれた。汚したくないわね。これ汚したくないんですよ。僕が自分の手で一本一本糸を染めて、うん、で篠原さんで織ってもらったデニム、うん、でもこれを織ってもらうって半端なく大変なんじゃないですか。いや大変でした。もう本当に1年以上かけて試行錯誤してようやく織れたっていうような形ですね。デニムの糸口は今年の10月に産業と地域を結びつける初となるイベントを行う予定だ。そこでやってきたのは岐阜県の羽島市。繊維産地間のつながりを作るために来た。岐阜県と愛知県にまたがる地域は尾州と呼ばれ、ウールの産地として知られている。2021年から10月に羊サミット尾州を行ってきた。繊維メーカーのオープンファクトリーや料理やお酒の提供、さらに本物の羊と触れ合えるなど、産業と地域を結びつけ新たな価値を生み出そうとする試みだ。その旗振り役の一人、三ツ星グループの岩田代表は、お客様は仲間ですと。だってそもそも今日本製の素材を使った服を着てくれてるって相当仲間感ありますよね。だから彼らを仲間だって思えばもっともっと与える影響って大きくなるよねと。じゃあまずやっぱりお互いのことをもっと知り合う機会で、お客さんにとってももっと知ってもらう機会を作るべきだよねっていうところで始めたのが産業観光オープンファクトリーですと。産地を盛り上げ差別化する価値を生むには自分たちには何ができるのか。尾州の企業を回り話を聞いていく。弊社が羊サミットを開催している時に、一般のお客さんに配っている資料、この資料を配らせてもらってます。今回初めて尾州の産地を見た篠原社長は、やっぱりこっちの羊サミットの取り組みとかはすごい先進的ですし、ああいうのを一緒にできるってことなので、我々がやるデニムのイベントと尾州である羊サミットを連携して、日本の繊維産地全体で楽しく盛り上げていければいいなと思って、和歌山のニットとか西脇のシャツ地とかあるんで、そういうのがつながってどんどん広がっていけば、日本全体でこの10月、例えば10月の期間行ったら繊維のお祭りだらけらしいよみたいになったら、海外からも人が来るきっかけになると思うんですよね。そういうのを狙っていきたいので、これからどんどんコミュニケーション取りながら進めていければなと思います。繊維に伝統を織り込んで製品の価値を高めながら、より多くの人に知ってもらう。デニムの産地でその模索が続いている。